はい、皆さんこんにちは、こよこなんです。今回はですね、念願の月島にスタッフさんに連れてきてもらいました。この前にね、ちょっとした打ち合わせがあったんで、ついでにね、もんじゃランチなんてどうつって、こんなめちゃめちゃ真夏日に行ってまいりました。で、前回に引き続きこの日がね、私まだ目が腫れてるんですよ。なんとなく言われてみればね、ちょっとお分かりいただけるかと思うんですが、ちょっとね、この動画の後半になるとね、どんどん赤くなっていくんですけど、ちょっと本当にお見苦しいものをお見せして申し訳ないです。で、早速このモヘジというところにたどり着きました。 Googleマップで口コミとかね、なんだ、評価を見て良さげなところを見つけてくれたんで、ここにしようっつって決めました。これ撮ってもらってさ、せっかく音声が入ってるとかと思ってさ、めっちゃ喋ってんのよ。あなたチーズ苦手だもんね、じゃあチーズがないものにしようみたいな、私チーズが入ってないもんじゃとか食べたことないわとかさ、そういうことを話してんのに、なんでか久しぶりにカメラのさ音声が入ってないわけ。カメラのモードのね、切り替えを忘れてたんですよ。だからまだまだ YouTube がね、初心者なんです。くるっつって、この日のコーディネートどうですかね、可愛いですかね。インスタにも載せたんだけど、こうあちーって顔してますね、私。まあ、なんかさ、ツイッターで言われたんだけどさ、このタンクトップ2万8000円みたいな、こよいこなんともなれば2万8000円のタンクトップ着るんだとか言われて、それを着ながらラムネをね、乾杯ということで、私は炭酸系の飲み物だとジンジャーエールとコーラが一番好きですね。ちょっとね、しれっと音声が入ってたと思うんですけど、あれはちょっとご飯をね、ちゃんと携帯で撮ってたため音声が入ってました。で、こう焼いてもらってる時に、今笑ってたのがお兄さんに、え、 YouTuber の方ですかって話しかけられて、すごい恥ずかしかったんだよね。なんか嬉しくもあるし、こう本業 YouTuber でもないしみたいな、なんか小恥ずかしい気持ちになるんですよ。で、焼いていただいて、なんか全部やってくれるのかな、月島って。わかんないけどね、いつもね、友達と行く時、私はね、率先して焼くタイプですよ。こう見えて美味しそうって言って、はい、コナン選手ね、この鉄板から直接食べるご飯とかさ、コナン選手レベルの猫舌だとね、怖いんですよ。見てこの湯気、夏だからね、夏なのよ。わ、一生懸命フーフーして、ちょっと多めにフーフーしてると思う。茶葉大丈夫でした。でさ、この鉄板からよくみんなさ、冷静にね、直接食べようと思うよね。私、グツグツ煮てあるさ、鍋とか、みんなよくそのまま食べるなと思って。だって、沸騰するのって100度以上でしょって、あ、大丈夫でしたね。どうにか夫婦のおかげで冷めたものを食べれました。私、本当に結構寒さで食べれないんですよ。だから、このもんじゃを食べ終わるの、めちゃめちゃ時間がかかるんだよね。よくさ、もんじゃ作った人、初めて食べた人ってさ、この形のものを食べようと思ったし、鉄板から直接行こうと思ったよねって、毎回ね、来るたびに思うのよね、もんじゃを食べにね。しかもさ、もんじゃってどう頑張っても写真で映えないって思うの、あるあるなの、私だけ？ていうかさ、また焼肉みたいに私の顔映してなくないって思ったところで、この後からね、音声が入ってるんで、どうぞ。すいません、あ、ジンジャーエール2つください。待機してるの？これちょっと最後に毎日食うじゃん。めっちゃ、僕仕事だから、めっちゃ美味しい。一番おすすめ。え、これおすすめされたんだっけ？うん、ドリル。イカじゃない。梅しそ、タコもんじゃ。明太も入ってる？え？気づかなかった。海の幸もんじゃ。めっちゃ面白い。うん。それも見てほしい。すごいね。めこしって。東京風やね。何にでも合うんだ。お酒飲んでるやつめっちゃ面白かった。おすすめです、これ。始めるのがそこからだね。すごい天才だわ。めっちゃごま油だよ、これだけ。ひとつきりやろ。なんでそんな数学とかみたいに1個だけ答えがあるのかな。うん、いや、わかんない、うん、なんか数学匂いラーメンっぽくない？もう一回見てみて。マジで言う10点だった。マジだ、これがすでに0点だった。めっちゃ書き込んだのに、情けみろ。うわぁ、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 うわ
怖すぎる。めちゃめちゃびっくりした。怖すぎる。これ30点はいったなって。それでも30点だったか。予定を嫌いだって、ね、教えてもらったのに。あとやりたいだけだよ。5分ぐらいで見たかったら深い意味の中考え方みたいな。どうぞやったことない。国語と似たようなもんじゃん。日本語が終わりましたからな。自分の面白いんですか。自分の面白いんですか。ユーロ長距離だけ怖い怖い全部消えたせいだった。女の子に自分低いしちゃった。ここに今引かなくてめくったらえ、すごー。ごちそうさまでした。帰り道もんじゃごちそうさまでした。もんじゃともんじゃと焼きそばと冷ややっこと、ありがとうございました。お腹いっぱいです。美味しかったさ。あ、もう帰るって。私は寝ますね。休憩して寝ます。チャンネル登録めっちゃ近い。こんな近くて大丈夫そう、うん、こんな眺めってるけど。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。みんなも月島に来てみてくださいね。